おはようございます。尾崎渚です。今日はですね、小田原市を流れる早川に鮎釣りにやってきました。この川はですね、結構海からの天然遡上ですね、海から登ってくる鮎の魚影がすごい豊富で、いろんな釣り方で楽しめる川です。例えば毛針を用いたドブ釣り、トモ釣り、鮎の餌釣り、まあ、いろんな釣り方で楽しめるんですけど、今日は9月1日に解禁となった餌釣りでここで鮎を釣っていこうと思います。こう狙うポイントとしてはですね、結構河川の規模が広くなると水量があったり流れがものすごく効いてくるので、こうご覧のように分流、こう中州があって向こうとこっちにこう流れが分かれているような、水量が水の量がこう分かれているので、こういくらか浅くなる、流れも緩くなる、でも適度に流れが効いていて石もしっかり入ってるっていうポイント選びをすると非常に釣りやすいです。で、狙い方としてはなんですけど、アユやっぱり石の周りとか流れの筋ですね、流れの効いたところにアユがこうポイント陣取って餌を食べに来ますので、そういう場所を的確に狙っていくと釣果が伸びてくると思います。それでですね、適度に流れと水深がある場所では、こう棚ですね、浮きと螺旋、重りの距離を長く取って仕掛けがしっかりそこに届くようにしてこう流してやるっていうのが釣果アップのポイントとなりますので、そこを注意してください。あと螺旋の重さですね、適度に流れがしっかり効いている場所では重めの螺旋をつける、大きい浮きをつける、でしっかりとそこになじませてしっかり仕掛けを流してやるっていうのが鮎を釣るコツになりますので、その辺に注意してやってみたいと思います。今日はいっぱい釣れるといいですけど、頑張りたいと思います。使う道具の説明をします。今日はですね、5メーター前後の渓流竿を使っていきます。まあ、一般的に早竿が多く用いられるんですけど、まあ、時期ですね、9月秋深まりにつれて、先ほども言ったんですけど、大型の鮎が釣れる可能性があるっていうところで、やっぱり取り込み、かかった後の取り込みとかを考えると、結構張りのある竿の方が取り込みやすいっていうのと、あと河川の規模ですね、やっぱり重い重りを使って鮎を釣っていきますので、やっぱり仕掛けを扱う上でも適度な張りが欲しいということで、5メーター前後の渓流竿を今日は使っていこうと思います。次に道糸ですね、ナイロンの 0.85 です。竿の先端からだいたい竿尻マイナス30センチぐらい、40センチぐらいかな、のところまで 0.85 のナイロンの道糸が来てます。そこに小さいスイベルで、その上に浮きがついてます。浮きは結構大きめですね。やっぱりこのそこそこの流れとそこそこの水深の中で釣りをするので、この螺旋、これ1号を使っていこうと思うんですけど、この重さに耐えうる浮きっていうことになります。で、仕掛けがですね、朝一でちょっと高活性なんじゃないか、大きい鮎がかかるんじゃないかということで、針は 2.5 号、少し大きめなんですけど、やっぱり高活性の鮎をばらさず取り込みたいということで、ちょっと大きめの針、これでやっていこうと思います。で、今後ちょっとこう日が高くなるにつれて渋くなる可能性がありますので、まあ、そういう時はちょっと仕掛けを見直して、ちょっと針小さくしたりっていう風にちょっと対応していこうかなと思います。次に餌箱ですね。こう結構鮎釣りっていうのはここに餌を持っていて、次から次に打ち返していく釣りなので、こういう首掛けの餌箱があるとすごい使いやすいです。次にですね、今日使っていく餌の説明をしたいと思います。まず餌箱にシラスを少々ですね、こうシラスを、釜揚げシラスをこうみじん切りにしたもの、細かくしたものを餌箱に少々入れていただきまして、このシラスだけだと
どうしても、ばらけが早いんですね。水中に入った瞬間にすぐにパーッと散ってしまうので、そのパーッと散るのを保持させるため、アユによりアピールさせるためにこのアユランブ、これを入れていこうと思います。この餌箱に入っているシラス少々の中にこのアユランブを、そうですね、この餌箱の8分目ぐらい、このぐらい入ったらここに水を少しずつ加えていきます。でこれ入れすぎてしまうと結構ぐちゃぐちゃになってしまうので、水分含みすぎてしまうので、少し入れたら少し混ぜる、少し入れたら少し混ぜる、それを繰り返していきます。餌ができました。実際握ってみますね。こうつまんでいただいて、軽くこう握るとこんな感じで、握った餌が崩れずになおかつ水分がギューって出すぎることもないっていう、これぐらいが適度な硬さになります。このぐらいの餌に仕上がると狙った棚ですね、そこまでしっかり餌が届いて狙いの場所を流すことができるっていういい餌の状態になってます。それではちょっと釣ってみようと思います。このあの顔出してる、川の真ん中に顔出してる石ですね、それのちょっと手前側を流していこうと思うんですけど、仕掛けの投入点としてはあの石よりも、顔出してる石よりも上流側に仕掛けを打ってずっと流していって、この石が3つあるこの辺まで流し切ってみようかなと思います。で餌はあんまり多くつけすぎずにちょっと少なめ、アユがあんまり散らないようにしてみようかなと思うんですけど、あんまり多くつけすぎずに少量をキュッとこうちょっとまとまるように螺旋につけていって仕掛けを投入していこうかなと。餌付けはですね、螺旋をこの餌の上に置いていただいて、この螺旋を軽く餌と一緒にこうクッと押し付けて包むように、で指で軽く螺旋をこうこねてあげると、こんな感じで螺旋のこの中に餌が収まります。結構石がたくさん入ってて、流れが複雑にこう吹き上げたり巻いたりしているところがあるので、仕掛けの投入点を注意しながら餌を流していきます。おー、来た、ちょっと小ぶりですけどアユですね。この筋ですね、この結構流れが通ってる筋に入れるといいアユが食ってくるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとここを狙ってみます。この辺でどうだ、このちょっとこの石の前が、僕の正面にある石の前がちょうど惚れ込んでるんで、その辺で食ってきてくれるといいんですけどね。この辺で、時々こう螺旋がやっぱり石に引っかかって浮きがズボーンってこう潜っちゃうんですけど、そういう時は竿を軽く煽っていただいて、こう引っかかった螺旋をパンって外すようなイメージですね。
来た、なんだこの魚は。アユです。小さい。リリース。ちょっと流すコースも変えてみます。同じところをやってて反応がなければちょっと違うところも狙ってみたりとか。でこう狙う場所によって水深と流れの速さが変わってくるので、今手前を狙ってたんですけど、手前ちょっと深いんですよね。深くて手前がちょっと深いので棚は深くしてたんですけど、今から狙うあの顔出してる石の向こう側は少し浅いので、その分仕掛けのこの浮きと螺旋までの距離も短くして浅くして狙っていきます。まあ、ちょっと当たりっぽいですけどね。これだと浅すぎます。こう螺旋がそこをこうずるように流れていった方が、こうそこをずるように流れていった方がいいので、浮きにこう何の変化もないとうまく流れてないんですよね。浮きがこう川に、浮きが下流に流されながらポコ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 ってなるのが、螺旋が川底の石に当たってる証拠なので、そういう状態で流していくっていう感じですね。浮きがこうスーッと流れていってるっていうのは、この螺旋も浮いてしまってるので、そこをしっかり狙い切れてないんですよね。やっぱり川の底の流れを狙っていかないといけないので、螺旋は底石にぶつかりながら流れるっていう状態を作ってあげる。その変化を浮きの動きで見ていくっていう感じですかね。奥は反応がなかったので、もう一回手前をやり直してみますね。ああちょっと早いかな、流されるのが。お、来たんじゃない。ああ違うか。浮きの流れ方としては、表層を流れてる泡よりもゆっくり流れる方がいいですね。表層を流れてる泡と浮きが同じ速度で流れてるっていうのは少し早いので、表層を流れる泡よりもゆっくり浮きを流してやるっていうのがいいです。これちょっと早いですね。まだ早いと棚を深く、このぐらいがいい感じですね。じわじわ流す。お、食ったか。来た来た。おーし、来ましたね。あの石の裏で。よし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 、来ましたね。渋いながらもポツポツ釣れてます。お、これは来てるぞ。お、お、低
引く、よっしゃ、ちょっとまともですよこれ。いい鮎ですよ。あ、ちょっと、いい鮎来た。いい鮎がサイズアップです。お、来たぞ。よし、おっしゃ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 、ちょっとサイズアップです。またやっぱりこのぐらいのサイズになってくると急に引きが鋭くなってきますね。もうかけた瞬間キュッて走るというか、で結構餌を同じところにずっと打ってると、こう鮎が餌を食べに来て着水点にこう突っ込んでくるっていう傾向がたまに出るんですよ。なので釣れなくなったなと思ったら、軽く一歩でも二歩でも上流側に移動することによって、鮎が餌を食べに来ているところより上流に行って仕掛けをこうなじましてやる。仕掛けの投入点を鮎がいるポジションよりもちょっと上流に打って、いい感じで仕掛けがなじんで鮎のいるところに流れていくっていう。とりあえずですね、朝30分釣ってみたんですけど、思いのほかちょっと底の流れが速くてですね、あの仕掛けがうまく流れなかったです。朝1号から入ったんですけど、朝はこの1号の螺旋ですねからスタートしたんですけど、これだとちょっと仕掛けが早く流れすぎてしまう。で、早く流れすぎてしまうので浮き下をだいぶ長く取って推進調整をしても今度引っかかってしまうっていう現象に陥ったので、今度はですね、この1号の螺旋の下に重りをさらに追加してちょっと螺旋を重くしてみました。重くした分浮きもこうワンランク大きいものにして、浮力を持たせて石をかわしていくっていう作戦を取ったんですけど、そうするとですね、結構当たりの数がこう極端に増えてきましたね。徐々にちょっと大きい鮎とかも混じるようになってきたので、まあ、こういう方向性でいくといいのかなと思います。やっぱり重りと浮きが変わるとだいぶ当たりの数も増えますよね。魚からの反応が明らかに違う。ほら来た。おー、あー、バレちゃった。でも朝一かかってた鮎よりも結構今のもやっぱりちょっと一回り大きくなってるんで、魚からの反応が変わってるように感じますね。来るかな。この辺で、おお、これちょっと小ぶりですけど、でも明らかに当たりの数が増えてるので、こう毎頭当たりは出るようになってきてますね。朝一は何頭も何頭もしてこう当たりがたまにもらえるみたいな感じだったんですけど、結構当たりの数が明らかに増えてるので、ちょっとずつ正解には近づいてるんじゃないかなっていう感じです。おお、来た。よーし。ちょっとちっちゃいけど。当たりはでもだいぶ増えましたね、本当に。よしちょっとサイズアップ。浮きがやっぱり根がかりすることなく、水の中にボーンって消えることなく、ずっと一定でこうゴソゴソ流れていってる、このバランスがもうすごい釣れそうです。こう結構どこに投げ入れても当たるようになったんですよね、仕掛けを変えてから。仕掛けと浮きを変えてから。おしおー、いい鮎ですね。このぐらいのサイズになってくると結構楽しいです。鮎の持ち帰り方なんですけど、こういう
ロックアイスですね。こういうバラ氷をクーラーに入れて氷締めするのがいいです。結構アユって鮮度が落ちるのがものすごく早いんですよ。なので例えばクーラーの中に氷入れてその中にアユ袋に入れて入れるとかよりはこういうバラの氷でこうギュッて締めてやった方がもう断然美味しく持って帰れて美味しく食べれるのでこういう氷締めをおすすめします。でこの中にアユを入れていただいて、まあ、水がなければちょっとこう水入れてもいいです。少しこんな感じで、でちょっと置いとくとアユがこうギュッて冷水で締められるので美味しく食べられますね。今日ですね、キープしたのはこの数なんですけど、まあ、実際釣った数としては相当釣りました。ただまあまあこういうちっちゃいのも結構釣れたのでそういうサイズは全てリリースしましたのでキープして持って帰る分はこれだけ。ただもう釣った量としてはもうすごい釣れて相当な数釣りができました。今はまあ時刻的にまあ11時前なんですけど、まあ、こうなってくるとだんだんアユも苔ですね、苔をこうだんだん食べ始めるのでどちらかというと友釣りの時間帯になってくるんですよね。なので餌釣りでは少し当たりが遠のく時間になってしまいました。なんですけど今まだ9月の、まあ、半ばぐらいなのでこれからどんどん冷え込んでいってこう気温も水温もこう下がってくると徐々にこう苔をはむ時間っていうのも短くなってきて餌釣りの地合いっていうのがこうぐっと伸びるんですよね。なのでこう秋の餌釣りの本格シーズンっていうのはこれからです。なので皆さんもぜひトライしてみてください。動画としては以上になるんですがこれから先ちょっともうちょっとサイズいいやつ追い求めて水量のあるところでチャレンジしてみたいと思います。まあ、誰でも手軽にこういう数釣りが楽しめるアユの餌釣りですので興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。